ちが集まっているようだな。私はガイアメモリのおかげですごい力を手に入れた。まずは貴様らで試してやる。いけ！そこまでどうぞ。誰だ？サイクロン。ジョータロー、行くぞフィリップ。ジョーカー変身。サイクロン、ジョーカー。俺たちがしてやる。俺たちだぞ。貴様は一人ではないか。僕たちは二人で一人のライダーさ。何？さあお前の罪を数えろ。おのども寄る。
そうだな。初めて会った時にはまず大きな声で挨拶をするのが礼儀。いいか。だが我々の挨拶はそんじょそこらのこんにちはなんていう生優しい挨拶ではない。お腹に力を入れて大きな声でボスと一言答える。わかったな。わかったらはいと返事をする。わかったな。声が小さい。もっと大きな声でわかったな。よし、では行ってみよう。会場にお集まりの将軍、おお。声が小さい。もっと大きな声でおお。バラバラにしよう。男の子手を挙げて。よし、今度は男の子だけで行くぞ。いいか、会場に集まった男の子。おお。よし、さすがに男の子は元気いっぱいだ。次、女の子手を挙げて。よし、ちょっと男の子にも数が少ないか。まあいいだろう。男の子に負けないようにな。女の子も元気よくやってくれ。行くぞ、会場に集まった女の子。おお。自分の年齢ごまかすなよ。よし、まあいいだろう。もう一回聞いてみるからな。ちゃんと正直に答えろ。お父さんにお母さん手を挙げて。そこで手を挙げてるちっこいのお前お父さんと。そんなちっこいお父さんどこにいるんだ。まあいいだろう。手は挙げなくてもいい。その代わりだ、子供に笑われないようにな。お手本を見せてやってくれ。行くぞ、会場に集まったお父さんにお母さん、おー。やけくそか。まあいいだろう。せっかくこうしてお近づきになれたわけ。今からこの会場の中より我々の新たなる仲間を探したい。てげい、お待ちください。どうした。てげい、仲間といってもこの会場には子供たちばかりですが、まさか子供を仲間にするおつもりで。その通り。子供が仲間になんかなりますか。心配か。ゲゲイ、ではちょっと聞いてみよう。君たちの中で我々の仲間になってもいいと思う子は手を挙げて。見ろ、中にはバカな子がいるだろう。ゲゲイ、よし、ではこの会場の中から仲間になりそうな子を何人か連れてこい。行け。ゲゲイ、さあ